腎臓副腎付きモデルについてです。こちらのモデルは副腎および腎臓の外観および腎臓の内部構造を観察することができます。観察できる内容ですが、副腎下副腎動脈、副腎静脈、腎動脈、腎静脈、尿管、次分解しまして、こちら分解しますと腎臓の縦断面および横断面を見ることができます。断面では腎盂、乳頭管、大腎肺、小腎肺、腎垂体、腎乳頭、腎中などを見ることができます。